まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしました、ふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店や一緒に活動している仲間たちと楽しく語り合っていく地元の物産情報番組です。6月20日の水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。それでは本日出勤しているメンバーを紹介いたします。店長の森さん。はい、こんにちは。菊水道より出向しております。はい。そして FM 担当より物産振興会公式サポーターの板崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私、副店長の鶴です。それでは本日のゲストを紹介いたします。本日のゲストは大牟田移動商業組合事務局長、川野隆二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは森さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ヤンポン、はい、サッカー興味ある？はい、見ました。あ、やっぱ興味あるんだ。はい、ずっと見てます。はい、したことはないです。勝手なにわかファンです。4年に1回だけずっと見てます。なら、ほぼ私と一緒だから。じゃあもうこの話題はもうやめましょう。いいですね、はい、大丈夫です。何の膨らみもなさそうなんで、はい、ないです。ちなみに、狩野さんは？は、見てないですね。あ、にわかでもないな。いただきさんもにわかでもなさそうだな。やめましょう。なんかこのうちの番組って、はい、あの世間 の、はい、あのなんかにぎわいについていかないよね。いや、多分ウッチーはすごく興味があってると思いますよ。彼はやってましたから。今日彼は今日は仕事の納品。納品。何の納品なんやという話。今日は、はい、分かんないですけど。では、今日も、ゲストに来ていただきました、はい、先週の、独産振興会会長、我らが相川総本舗の相川さんということで、はい、これからできるだけ祭りに関係する人、ね、うん、もう1ヶ月まだ来てないか、そうです、ね、あと1ヶ月ぐらいで、はい、大蛇山が始まりますので、ということで、今日は私以外は多分初めてということで、うん、大牟田移動商業組合の事務局長の川野さんということで、来てもらってまして、じゃあいつもの通り前半は狩野さんの人となりの話を聞いて、はい、で後半は、まあ、大蛇山も近づいてますし、実は三毛の初市とかも今ほら多いでしょ。そうですよ。移動所、はい、一部にはなんか移動所に乗っ取られたという話もあるんだけども、そんな話じゃないということもね、ちゃんと ね、 そうですね、あの誤解はちゃんと取れてもらいますね。はい、まあ、今日、30分で少しでもあの皆さんが思っている悪い方のイメージが少しでも緩和されればなというふうなところで思ってます。ということで川野さん、はい、まず今おいくつですか？36。若いですよね。なんかそうですかね。それこそ、まあね、本当に今日はずっと悪い方のイメージから始まるかもしれないんで申し訳ないけど、移動商組合の人たちって大体ね、うん、50、60から、そうですね、うん、あ、人生の荒波をしっかりなんか体にあの、そうですね、っていうイメージで、そうですね、の人だけども、今日本当はゲストを前聞いたじゃないですか、うん、森さんから今日のゲストはすごい体格のいいおじさんが来るんだなって。なんかすいません、小柄で全然違うって思いました。そうなんですよね。いや、まあ、まずどうしようかな、大牟田の移動商業組合の話だけちょっとしていただきましょうかね。そうですね、まあ、その名の通り大牟田の移動商の、組合、もうそのままですか？はい、はい、もうそのままですね。まあ、昔から皆さんが知ってるお祭りで出店してる、はい、あの形の、うん、まあ、移動商の人たち、はい、今どの何人ぐらいっていうか、何点ぐらい？大牟田自体はですね、あの組合員としては今14名ほど。あれ、あの、なんか前50とか言ってませんでした？あ、そうか、は、あの準組合員さんとかも入れて、総数でそうなってくる。まあ、どんどん今少なくなってて、はい、高齢化が進みまして、はい、あのうちの業界もあの若手がですね、はい、あの後を継ぐことがなく、そんな中、うん、30代の狩野さんが実は一番若いという転職なんですよね。そうですね、転職ですね。
お兄さんがいらっしゃって、はい、お兄さんがここの組合長、はい、で、ですね、はい、転職する前の職業聞いていいですか？郵便局で、はい、まだ民営化になる前の公務員の時に、はいはい、受かりまして、はい、で12年間かな実質すごくなんか不思議でしょ、はい、そのあの差し支えのない程度で、はい、転職を決意したというかその状況の経緯とかっていうのはまあいろいろあったんですけど、うん、一つは、私個人的な、まあ、膝の事故が起きまし、はい、しまして、はい、膝の靭帯を切りまして、はい、で、まあ、その時勤めてた郵便局の方たちからも、はい、あのまあ、何をやってるんだと、はい、1年間ぐらいちょっとお休みをもらいまして、はい、でその間にうちの兄が、はい、会長になってですね、まあ、組合の、はい、人材もちょっと少なくなってるし若手がいないということで、はいはい、じゃあここはちょうどいいタイミングなのと思いましてちょっと戻ってきたような形になりますね。人体を切ったから転職したのか、まあ、まあでもきっかけになったんですね。きっかけになった、うん、まあ実際は兄がやっぱ一人で、はい、やっぱ一生懸命やって、うん、一生懸命やってて結局会長になったとしても年配の方たちが今でもいらっしゃるんでですね、はい、若い中やっていかなきゃいけないところで自分がやっぱやっていかなきゃなっていうところで戻ってきた感じですね。それが何年ぐらい前ですか？6年ぐらい、年ぐらい前、はい、もうそれからずっと、お兄さんの、組合長を支えて、まあ、事務局という形でそうですねされてるというか、はい、支えられてるのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、やれるだけやってるっていう感じですね。人体切って公務員辞めるか、うんまあ、結果的に民営化になって今本当にみんな、ね、あの局長クラスの人も同級生とかもいるけども、はい、もう死ぬほど苦しいと昔はね、そうです、もう親方日の丸で、はい、もうザックザックで左内輪だっていう話をしてたのが、はい、っていうからまあ確かにねこれがそれが良かったか悪かったかじゃっていうことではないでしょうけども、まあ、それでも小さい頃からご実家が、その移動所をされて、ね、じゃあお父さんお母さんが、まあはい、されてたというじゃあ、そこで育ってはいるんですね。そうです。それこそあのうちのおじいちゃんからおお、はい、生粋のってことだ。そうですね。どうしようここで聞こうかな、いくらでしょうかな。じゃあ一応聞いておきますね。あの、はい、私たちは今は、これは移動商業組合だから俗に移動商っていう言い方もしますし、はい、普通に土天商っていう言い方もしますし、はいはいはい、もう少しあのあれの時は敵屋とか敵屋さんっていう言い方しますよね。そうですね、うん、何が正しいとか正しくないとか何かあるんですか？この住み分けが違うとか。うん、まあ実際はですね、まあ、お客様から見たら全て同じだと思うんですよね。そうですよね。はい、敵屋さんでも、うん、移動商さんでも露天商さんでも、はい、で我々はあの移動商という形でですね、もう目にも分かるように名刺にも書いてるんですけど、はい、移動商としてお祭りに出るときは、はい、言ってて結局露天商ってなると全部総称したような形になってくると思うんです。あ、なるほど。全体を露天商として、はい、あの報道とかもですね、いろんな事故がちょっとありましたけど、うんうん、そっかそっか、分かった。じゃあね、その辺の話やっぱり後半します、はい、じゃあ1曲入れてください。お願いします。毎週水曜午後2時、大牟田物産振興会がお送りするふるさと大牟田屋、生放送。クラフトマンにスポット当てた物産情報番組です。クラフトマンって何？職人のことだよ。職人にスポットを当てたちょっと深い番組です。聞いてね。いや、79.3 FM 担当はい、それでは後半に入りたいと思います。1曲入れました、スターダストメモリー、ちょっとバージョンが違いましたね。なんか、バラードバージョンの、もちろんキョンキョンです。2週連続のキョンキョンで、はい、はい、分かりません
そうか、30代ですもんね、はい、ほとんど一緒だ。ヤンポンが37です。うわ、この辺の話やめでは、引き続き、今日のゲスト、大牟田自動商業組合、事務局長の、川野隆二さんに、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、前半なんか再起点やめてやりましたけども、じゃあ、まあ、簡単に言えば一般的にはどの呼び方で言われても間違いではないということでいいんですかね。そうですね、例えば和菓子屋なのか、菓子屋まんじゅう屋とかという言い方があって、はい、うん、まあ、どれでもいいよと。そうですね、まあ、どれでもいいよって本当は言いたいんですけど、まあ、報道、まあ、さっきも事故の話をちょっとしたんですけど、はい、やっぱり、うん、要するに先ほど言ったその組合にちゃんと加盟して、はい、団体で、ちゃんとその警察とか保健所とかの、指導あるいはあれを受けてるっていうところと、まあ、そのもう一つ外側の、もちろん私の会社さんでも組合に入ってるところと、はいはい、入ってないところがあるので、あ、まあ、そこでそのじゃあ入ってるところが衛生面がしっかりしてて跡がしてないかと、そういうわけではないんですけども、でもあれですよね、漏れ聞いた話ではここ何年かだったその要するに露天商が起こした事故と言われるやつは、はいはいはい、それぞれのやっぱ地域の組合に入ってないところだったという、そうですね、はい、やっぱ安全の指導だとか、はい、その自分だけじゃなくてその組合として相互にその監視し合うというか、はい、あれし合うというところがやっぱりできてなかったということは、まあ、結果としてはもう出てるところなので、まあ、そこだけはですね、今言っていいのかなって思うんですけど、でもね、言うみたいにもうとにかく派手な看板と、うん、もう眩しすぎる照明と、はい、もうこの共通項で、はい、もう全てね、よくよくしてんのね、あれっていう感じがするから、はい、なかなか、まあ、別にうちは安全な店ですと言ってもねそうですね、そういうレッテルが貼られてしまうとなかなか難しいですよ、ね、そこから見たらわからないですね、はい、一緒なんですね、僕たちが祭りに行って、まあ、店で私たちが保健所に公衆衛生を受けると、はい、衛生、受理証とかってあるけども、はいはいはい、そんなの貼ってるわけにもいかないですもんね。そうですね、まあ、貼る場所ももちろんですね、はい、自分たちが勝手にこう貼ったりとかしてるんで、小屋の下だったりとか、あの下の方向を見ると貼ってる方ももちろんいらっしゃいますし、うん、並んでるとなかなかそこ見えないからですね。並んでると、じゃあ貼ってるから買おうかとかそうそう、残念ながらそちらの方には行かないですもんね。行かないですね、やっぱり見た目、はい、明るさだったりだとか、うんうん、そういうのでお客様行ったりとかするしですね、はい、ちょっとよく見せられますけども、はい、最近のあれやっぱり流行りがあるでしょ。あります、これが売れるっていうやつが、うん、あります、あります。最近は何ですか。最近ですか。そうですね、なんかちょっと自分もはっきりこう名前を覚えてないんですけど、うん、なんか餅みたいなのを巻いたやつとか、フラントルネードじゃなくて、トルネードなんか韓国の、はい、韓国の商品なんですけど、いただきさん、なんかそんな感じの名前の、なんかインスタ映えするっつって、そうですそうです、なんかあったんですよ。それがちょっと今年多分大蛇山にも1店舗入りますんで、ちょっと皆さん楽しみにしてもらうといいのかなと、はい、いや、ドンタクに5月3日に行ったんですよ、はい、で時間あったもんで、あの辺の公園とかをうろうろしてると、やっぱりその俗に言う敵屋さん、敵屋さんという言い方はどうなんですか、はい、相性として OK、 それとも、それはちょっと一時代昔の、そうですね、できれば僕としてはもう移動省と言ってほしい。移動省と、分かった、じゃあ移動省に統一します、はい、移動省の人たちが、はい、たくさんいて、本当やっぱり大牟田とかでは見れないようなちょっとおしゃれ系というか、あ、はい、もしかして個人で出してるっていう風な、なんかね、なんか見てん感じのところもあったりして、はい、あ、やっぱりその同じその移動省の人たちにしても、やっぱりそのやる場所だとか、多分そんなにおしゃれなやつを田舎のね、はい、水天宮さんに持ってきてもね、絶対売れないと思うんですよね。そうですね、本当でも本当皆さん努力されて、どうやったら売れるのかとか、はい、何が売れるのかとか、やっぱ今インスタ映えっていう言葉があるじゃないですか、はい、やっぱ見た目が一番重要と皆さん思い始めてあるっていうところがあって、綺麗だったりだとか、こう綺麗に食べれたりとか、ネットにだってなんか一気に20人分ぐらい焼くお好み焼きの動画が流れてたりしてて、はい、見ててね、本当
人プロだなこの人はと思う。ね、そうですね、やっぱありますもんね、そういうのはね。そうだよね。でやっぱり もう一つはなんかその、まあ、若い、まあ、うちも菊水道ももうだって露店というか、うん、あの祭事で出したりするの、はい、するのであんまり思わなかったけども、まあ、逆に祭りとかの時は、うちの方があそこがいなければだいたい露店が取っていくからね、はい、花火大会とかとかさ、もうあのその明るさが違うから、明るいところに寄っていくガのように、はいはい、客がみんな、え、失礼な言い方になりましたね。こっちだろうと思うのに、わざわざ明るい方にみんなね、はい、行っていくっていうのがあったんで、うん、あったけども、はい、でもやっぱり祭り、あの実は名刺をいただいてて、名刺にはその祭りの文字が書いてあって、そして触れ合い、夢ある楽しい祭り作りを推進すると書いてあるんですよね。そうですね、うん、やっぱり祭りとは切っても切らないものだと、はい、と自分も思ってますし、やっぱなかったら寂しいですよね。もう祭りに適やすな、ね、まあ、移動省さんがいなかったら何しなんかこう何を楽しみに行っていいのかはわからない。そうですね、やっぱあそこでいろんなものを買ったり食べたりするのもお祭りなんじゃないかなっていうのがあって、はい、やはりリンゴ飴が好き。それはあのなんかあの福岡のあの箱崎区の北条屋みたいに、はい、うん、死ぬほど並んでるとこもあれば、はい、あのうちのあの奥さんの実家の手釜の、手釜神社とか、はい、1店舗か2店舗ポツンといるのも でもやっぱりその明かりがね、はい、なんかお祭りやってるよという、うん、その何よりも分かりやすい。そうですね、はい、やっぱそれが一番だと思いますね。やっぱ名刺の夢っていう字と触れ合いとかですね、はい、やっぱそういったのをこう、うん、表にどんどん出していけるようなやっぱ夢の世界のようなお祭り、うん、お祭りを夢のような世界にしていきたいなと。そうね、ちょっと現実から離れ、はい、たような、うん、特に子供たちはありますよね。そうですね、あの浴衣とか着てもらったりとか、はい、いつもよりもちょっと多めのお小遣いもらそうですねなかなか当たらないくじを引くっていう、うん、あれも楽しいんですよ。はい、三毛の初市とかも本当にあの辺も結局そうだな、こそ言葉を選ぶぞまあ協力して、はい、あのまあ、本当にあの初市自体が、はい、あの予算とか人とかの関係で、うん、だんだんなんか縮小の雰囲気になったところに、うん、まあ、移動省組合がって言っていいですよね、うん、が協力一緒にやりましょうということで、はい、でまあ見た目もね、はい、結局北条山まで行かないけども、あえてあえてが並ぶとちょっと壮観だし。そうですね、うんうん、なんか一部の人はもともと花籠とかが外に追いやられたっていう話するけども、そうじゃないってそもそもそこでやってたんだから、はい、でもね、それをあの誘導しやすいようにあれしてるっていうのもあって、うん、そうです、ね、ああいうのを見てるとやっぱり子供たちがまず喜びますよね。はい、やっぱ楽しんで来られてるのが分かるんですね。全面協力し始めて何年ぐらいですか。もう多分僕が入る前だったので、もう10年近くなるんじゃないかなと。まあ漏れ受けたまるところによると、そらあの各個展はそれなりの売り上げが上がるかもしれないけども、お世話をしている組合はもうボランティアどころではないと手出しをしなきゃいけない時もあるというようなことを聞いてます。まあ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 、そうです ね、はい、その辺もね、でも分かってもらわないとね、あいつは体だけを持ってもう出来上がってって、それは個展はね、うん、いろんなところで生活、そこで生活をそれを ね、なりわいにしてるから、はい、私たちだってね、はい、常に売り上げ悪くなら出ていかんもんね。出ていかないですね、うん、やっぱだからそういうのもあって、うん、なんか聞くと、うん、まあ、ボランティアならまだしもって赤になる時もあるとかっていう話だから、それはもう大変だなと思って。天気にもよるじゃないですか。です、ね、天気にもよります、ね、雨が降ったりとかで、はい、全くできないとか、はい、せっかくちょうどいい時間帯に中止みたいな、はい、もうなんかお客さんも来れないぐらいになったりとかすると、やっぱり仕入れてたりとかいろんなものがやっぱりダメになるんで、やっぱそれがやっぱ一番大変なんじゃないかなって、はい、そうだね、はい、私たちはねまだね、はい、その後に店で販売したりとか、うん、材料も余分に取ってても、はい、加工さえしなければそのまんま使えるってのもあるけども、はい、やっぱりね、大ジャマの時だって、はい、あの2日目が中止になったりとか、はい、ありましたね、はい、大変だったじゃないですか。まあそれはでもあの中止になってしまう、はい、余儀なく、はい、天気とかで、うん、っていうのはもう皆さん一応頭の片隅には入れてるんで。そうだよね、これはね、はい、こればっかりはもう誰にも文句が言いようがないっていう、うん、
それだけはまあ分かってもらってるんでですね、それ以外のことだと結構文句が出てきたりはするんですけど、なんか本当にね、とかは雨とか、なんか雨っていうイメージがあるじゃないですか、雨か雪か寒いか、はい、どれかしかないもんね。そうですね、うん、天気が良かったらすごく卒業式の時期と重なってて、子供たちが多い、ね、お祭りなんで、で、すごくずっといろんなお祭り行ってると初市ってなんとなく安いんですよね。あ、100円くらい、なんか他のお祭りよりもなんか値段が少し安いのは。あ、ねえ、そうか、うちずっと お嬢さん、はい、10分くらいで帰ってくると。いや、まあ、いつ行っても子供たちがいるっていう、まあ、そうですね、中学生から高校生みたいな人たちが多くて、で、なんかイカ焼きとかも300円とか、なんかいつもよりなんか他のよりなんか若干安いんですよ。これはなんか子供たちに合わせてるのか何なのかなっていう。一応値札、あの、でも価格協定だけはやってるんです、はい、そうだよね、安売りをするとかってな、あんまり安く抜け出すとね、いけないし、高くするのもいけないから、なんか全体的なイメージなんです。イメージだろうね、はい、なので初市は好きなんです。あ、ちょっと、うん、あの特にあの夜の、はい、あの感じになってから、あ、なんかちょっといいなっていう。そうです、正直言ってもうその何があるわけだね、大邪魔みたいにね。そうですね、うん、でもちろんの、そうなんですよ、まあ、もちろん 花かごとかはあるけども、はい、でも今はそれを目的に来る人はほとんどいないんで、はい、なんか今年の流行りみたいな感じで初市行くといろんなものが変わるじゃないですか。そうですね、今年はこれがあったけど去年はなかったよねとか、はい、そういうの流行り流行りをずっとなんか知れるので、なんか露店を楽しみに行くお祭りみたいなイメージです。それこそ初市っていうぐらいなので、はい、だいたいあの時期から初物をずっと売るっていう形でこう皆さん意識を持っておられるので、はい、新しい商品が出たら必ずあそこで出てくる、はい、でそこから発信するんですね。結局一つの店舗じゃないですか、はい、で一店舗でだいたい一品じゃないですか、はい、そのなんか複数ってあんまり見たことないん でそうなると、じゃあ新しいのっていうと、はい、全面改装じゃないですか。そうです ね、はい、これもまたリスキーですよね。いや、もちろん家計の一つにはなると思うんですけど、ね、はい、やっぱあの当たってるところを見てやられる方もいらっしゃいますし、当たると信じてやる、信じてやる、うん、はい、まあね、さ、商売みんな多から少なからそうではあるけども、 でも、はい、私たちだって 100% かけて、はい、他のをやめてこれをするかとは絶対しないよね。しないですね、一品勝負、うん、そうだから、やっぱ一品勝負のところが、はい、やっぱりすごいなっていうのを思って、ね、新たな道具を揃えて、はい、のれんも作って、そうですよね、はい、味とかもしっかりしていかないといけないから、作り方、はい、衛生面も気をつけて、ね、はい、ちなみに何を売られてるんですか。私ですか、はい、私はまあ基本的に綿菓子が多いですね、商売の時は。そのお兄さんとかはまた違うんですか。はい、ただ一家でやってるんで、はい、5店舗ぐらいいっぺんに出したりとかですね、はい、綿菓子とか、はい、ごめんなさいね、あの一人の人がいくつかアイテムを持ってて、今日ここはこれ、これはこれっていうパターンはもちろんあるんですね、はい、あります。まあ、もちろんそうか。そうですよね、はい、本当の100ゼロやったら綿菓子だけの家計ですみたいな。まあそれはないですね、うん、うん、やっぱでもあれでしょ、まあ、もうすぐ大邪魔はあるけども、はい、場所決めもそうだし、そのみんなじゃあポテトが売れるから俺も割るもんね、うん、そうですよね、9割がポテトってわけにもいかないじゃないですか。そうですね、その辺の調整からやっぱりするしかない、はい、していく、これ試写物はこれを出してねとか、はい、一応ある程度受付をして、はい、皆さんから品物を聞いて、はい、でその数を調整しつつ、ちょっと多すぎるときは多いからもしかしたら売れないかもしれませんよ。あ、なるほど、そういう言い方ね、はい、あのそれでも構わないって言われるときは競合が多いからと、はいはい、特に夏の花火大会とかですね、はい、大事の花火大会とかも、うん、あの時もやっぱかき氷とか飲み物が多いんで、はい、ちょっと多かったですけどどうしますかとか。へえ、まあでもそこ要するに自己責任にしてねと、情報は流すからと、はい、いうことですよね。そうですね、そうだよね、それにたこ焼きやたこ焼きやたこ焼きやってな
あの配置も大変ですよね、考えるのね、はい、かなり大変になってきますね。だから並んでないなと思うんですよ、たこ焼き屋たこ焼き屋みたいな、なんかたこ焼きが売れるからじゃあたこ焼きだろうって、はい、そっちは簡単に思うんですけど、なんかバランスよく並んでるんだなと、ね、もう、まあ、頭悩ませながらバランスよく、こういう方々がおられるから、やっぱ祭りが結構いろんな、ね、ものを出されるのかな。物産振興会はさ、もう最近みんな文句言わなくなったけど、ね、やっぱり売れる売れないがあるとね、はい、後から言われるもん ね、そんなはずじゃなかったとか、終わった後とかに、ね、はい、なんであの場所だったのかとか。もうぜひ、まあ、キンキンでもう 来月、はい、あのそうですね、来月、まあ、少しなんか場所が移動して、あの、ね、少しメインから外れるって話も聞きましたけども、はい、明かりを頼りにしてほしいですよ ね、はい、はい、分かりました。じゃあそういうことで、今日のお客様は、大牟田、移動商業組合、事務局長の金さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お、なんか久しぶりに拍手したね。あっという間に閉店の時間です。この番組では温かな応援メッセージや時々あるコーナーへのメッセージをお待ちしております。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田や、また来週6月27日水曜日午後2時に開店いたします。それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございました。